あーで、クイックターン打たれて、ウルが出てあくび言って、またラグでクイックターン。そうじゃん。あ、え、天才カバでダイバー切ったらラグ眠らせても全然美味しくないよ。これダイオールして、いや俺さすがにやりすぎだと思うんだよなそれ。いや待ってよ、ダイオール、いや、いや、やるか。いやこれね、いやここ地震打ってウルガに、まあ、多分ウルガ出てくるんだけど、まあ、ウルガを地震で削ろうと思ったよ。でもウルガを地震で削ったとしてもウルガモスの前でドラパがリュウマイできなくて、結局ラグのあくびではめられるから、でも正解か、怪しくねこれ、大丈夫かこれ。でこれをやるんだったらもう一旦早くやるべきだったよな。もうちょっとカバルドンの HP が高い時に、俺のカバルドンなんでダイバさせてんだまた。いや無理だけど、まあ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 、いやウルガーは気合、ウルガーは気合。ウルガは気合いい。で、ラス1ゼクロム前提で動くから。まあ、これ最小眠り前提だったらザシアンとかに引きたいな。なんか急所で死んでくれ。最小眠り。なんか急所で死んでくれー。一旦最長眠りしといてくれー。負けそうだね。ビフリ。目覚ます。あくび。あー、どうしようかなー。きついねー。どっちようかなー、どっちようかなーこれ。あー守る、はい、いや守るかー。だったらドラパー合わせだったなー。きっちーきっちーきっちーきっちいやー、ダイオールから即引きなー。ダイオール即引き、ザシアン剣舞か。確かに。ゼクロム。あー、こうゼクロムか。これどうなんすかね。いや、ウルガゼクロムきつすぎ。ダイジェットある。
ドラゴンアロー大事弾だと思うんだよな。動き的にラムじゃなさそうで、で、いやー大バナ、うーん、いや、さすがに大ジェットかばきって言う前はない。ドラパの前でわざわざゼクロも投げてきたってことは、あ、オッケーオッケーオッケー。で、リュウマイされてなかったらザシアンでゼクロも処理できるから、あー、こっからか。ダイマしてたらムフリでもジャルタ入るぞ。いや、ドラパの圏内に入れれたら、まあいいっていう考え。え、ちょっと待って、これ、ちょっと待って、わからん。え、これ、巨獣とジャレどっちが入る？ジャレの方が入るよな。巨獣、ジャレが、あ、ジャレの方が入るね。抜群だから。ジャレが当倍だったら巨獣の方が入るけど、ジャレ抜群なんでジャレの方が入る。ぐっ耐えた。ギャテルエ。いやー、でもなー、まあ結構まあワンチャンあるとこまでは持ってきたけどって感じか。ワンチャンあるとこまでは持ってきたけど、ウルガの型次第か。いや、俺ザシアンに出してきてるウルガだから耐久型っぽいんだけど。いやー、維持居住でこのダメージでしょ。あー、跳ねあんのかな。いや、維持居住入らなさすぎなんだよな。半分で耐久に振ってるのは確定で、はい、羽休め。え？羽休め没収されてます？じゃあ勝ちじゃん。いやー、眠る！いや、眠るはブーツだから、眠ってから行動変えればいいから。すげえ！ああ、最強！ああ、ザシアン最強！ああ、もう強すぎ。強すぎー。おっちゃん、せっか耐えられそうだったけど。まあ、結局ザシアンなんだよな。ああ、強すぎ。これ、巨獣で落ちる。いや、よく勝てたわ、これ。うますぎだろ、ポケモン。絶対負けたと思ったわ。ヒーローも出れなくね。あ、脳汁ドバー。やっぱまくってる瞬間がね、一番楽しいね。まあ、10勝したんで終わります。まあ、2時間ぐらい配信やったしね。またやるわ。